あの地震から1ヶ月半となる今月15日、私たちが取材に向かったのは能登町の海沿いに位置する鵜川地区です。町中には倒壊して手つかずのままの建物も目につきます。重機を使って崩れた建物の下敷きになった車を取り出す作業が進められていました。その様子を見つめるのは石田翔英さん、車の所有者です。車といえども生きとるからね、もう一緒に動いた仲間やさかい、何とかして助けたいなと思ったね。石田さんは若い頃から車が好き。そうしたこともあり、地元でタクシーの運転を生業にしてきました。また、この地域をより良くしたいと防犯活動などにも長年携わってきました。元日は自宅で過ごしていて、幸い怪我はありませんでしたが、車を止めていた建物は崩れてしまいました。車はダメやな。でそこエンジンかかった。お、かかったぜ。ほら、上等やがや。これすげえな、車は。すごい。よい来とったね。ありがとうな。よっしゃ。おごし、よし。うぅ。嬉しそうな声しとれ。ああ、よかったよかった。おかにいらんち。ボランティアで。いただきました。車を取り出してくれたのは、熊本から来た災害ボランティアでした。熊本地震の時もやっぱりボランティアの方がたくさん来てもらって、いいですね。だけどボランティアでこんな人のね、尊敬するわ。いやいやいや、恩返しですよ、恩返し。熊本地震で。おい。車出た。出た。よかったね。おい、ありがとう。大事に乗っとったもんね。うん。よかった出て。おや。どうかなと思っとって今。うん。よかったです。バザーやれ。じゃあね、石田さん。ありがとう。バイバイ。ありがとう。はい。ここらにおったら、俺さっき見た通り、通る人全部挨拶していくでしょ。みんな家族やないで。だから、安心して何でもしておられるし、おい、どうやーって言ってみんな声かけてくれるし、まあ、なかなか。いい町です。そして能登町は、まあ、あの一次産業が盛んな地域で、主に、まあ、漁師でいうと、まあ、定置網漁と、イカ釣りが、はい、主流で、定置網は、ね、歴史長いですかね。江戸時代からやってるんで、ここは。地元で定置網漁を手掛ける会社の代表、中田洋介さん。先代から代表の座を譲り受けた矢先に今回の地震が起こりました。港は大きな被害を受けましたが、金沢や氷見の港から氷をもらうなど、支援を受けながらすでに漁を再開させています。かなり重点的にやられた地区だったんで、あの早く
やっぱり、やることによって、まあ、少しでもあの希望の光じゃないですけど、そういうのになれればいいなと思って。地震で変わり果てた宇川の町、その様子に心を痛めている女の子がいました。びっくりっていうか、本当に初めてこうやって地域を見た時はなんか言葉が出ないっていうか。高校2年生の加藤みのりさんです。この町の好きなところについて教えてくれました。毎年夏、この宇川地区で行われているにわか祭り。今年は地震の影響で開けそうにありません。できる感じではないんだろうなっていう気はしてるんですけど、こうできたら少しでもなんか小さい規模とかでもこう見れたらいいかなって、見れたらいいなっていうふうに思ってたりします。みのりさん、地震をきっかけに変わったことがあるといいます。この地震があってからこうもっと景色撮るようになったなりました。改めてこの町の魅力に気づきました。そしてお気に入りの場所を案内してくれました。よくここまで来るの？なんか一人になりたいなとかっていうふうに思ったときは、ここできて、すごいカモメがうるさいと思うんですけど、こうやって見れるのが一番かなって思います。立山ちょうど直線で見えるので、これからもこの町で暮らしたいと願っています。なんか気にせた、いつもなんかあんまり見れないような奥の方まで見えてる気がするので、なんか今日いい日なんじゃないかなって思ってます。